のが、やっぱりまあ頭の形ですよね。頭の形を逸脱してペコってこうなっちゃうとよろしくないんで、そまうです。ず最低限この部分は絶対守ろうかなっていう部分のこの頭の形をある程度取って、そうですね。で目の位置、目の形を取って、こんな感じで今素体というか素の状態に戻してるというか、でこの段階でだんだん線足していくと、立体感って自分で分かんなくなってくるんですよ。髪の毛の線が多かったり、こう線の量が多ければ多いほどだんだん立体って自分でも分かんなくなるんですよ。見えなくなるっていうか。なんでこうなるほど。線の少ない状態で、こんはい。ななんかまあ可愛くない段階っつうんですかね、全然可愛くも何ともない状態を大事にするっていうのが実は絵のポイントで、まあそれを大事にするっていうのはその段階でちゃんとしっかり見えると、その立体感が自分で少ない線の段階にで立体感とか形フォルムにこだわっておくことによって、ここからだんだん線をこう乗せてった時にこう説得力が増すんですよね。まあ、ここまでちゃんと形しっかりしてれば乗るだろうというね。なかなかこう凝っ先た。ほど指摘いたはだい、いどうたぞ。ところが、あ、先ほど指摘っていう続きは？失礼しました。その線に引っ張られながら他の線をくっつけてったのが一つまずかったかなと、今、お話聞きながら気づいたところです。なるほど。で、さっき話してたようにですね、まあこっちの線をこのまま使うとして、そうだな、なんかこの線と違う線をこっちになんとかこう持ってきたいなーって、例えばこういう線を入れるとか、ちょっとへこませるというか、反りカーブを入れるとか。こう人間が美しいと思う形って多分そんなにパターンがなくて、基本こういう形ってあんまりやっぱり格好悪くて、こうと、ん？なんかこうとか、その、ちょっとひねった形というかねじれた形とか、なんかあんまりこういう人工物ってなく、人工物っていうのが、例えばこれが新幹線の形状ってこんなになってるじゃないですか。あなってますね。れって多分話されていると。空気抵抗を、一段でこういうふうにやると、こうなってからこういう回り込みで圧が加わったりするんですよ。だから多分1段2段って、多分ここでぶつかって1段で、さらに2段っていうふうにこう逃がす形状になってて、であれって多分自然界で、まあ、上から見てもおそらくあれって絶対なんかこういうなんかすごい先っちょになってるんですよ。分かんないけどね、こう多分ね、上から見たら分かんないけど、こんなかな知らんけどね。っていうふうにこういう形って、そのあんまり、そうですね、力の流れ的にも多分あんま良くなくて、例えばその飛行機の、翼断面っていうか羽もなんかこんな形だったりするじゃないですか。こう逃がしてこうみたいなってね、こういうなんかそのねじれた形、反った形、ここでただ単にこうするんじゃなくてこう戻すね、っていうふうな、S こう字ですね。そうそうそう、そういう形が多分
力学的に正しい形なんじゃないかなと。そうすると美しく見えるし、結局は流線形というか。だし、それって多分本能的に美しいと人が反応する形になるじゃないかなっていうふうに。まあ耳のリング、これもうちょっとこっちなんじゃないかな。こういう関係性にならないと多分実体的に。耳の奥のリングはかなり適当になってしまってる感じがしますね。まあ、右耳の方が。耳までのこの距離感がある程度しっかりあるっていうことと、この奥行きの位置とってことですかね。で、この髪の毛を、一番密度が薄くなってほしいところが、おそらくここら辺なんですよ。で、そこに対してというのも何でかっていうと、ここが形の正面だからです。正面っていうのはその一番自分、今この斜め方向から見た時の一番近いところ。この周りに向かって少しずつこう線の密度を上げていくっていうのかな。どっちかっていうと、まあ考え方としては、ここが一番密度が薄いっていうのは、その線の量が少なくあるべきな場所で、そこから徐々に周りに広がっていくようにすれば、まあちょっとそうなってなくもないんだけど、ちょっと意識的にしないと、なんかずっと平行にこの並びがこことここが似てるとかってなっちゃうそうですと、ね。ちょっと立体感がなくなっちゃうんですよね。はい、そんなところですが、なんか質問などありましたらどうぞ。前の斜めの時はい。も教えてもらったと思うんですけど、うはい。まく飲み込めてなくて、奥の白目を意識するっはい。ていうのを、僕どのん白な目。風にして意識するっていうのを、もう一回簡単に教えていただければ。この部分ですか、これ。そうでのすね。白目。左のそっちの、はい、そこの部分でああ、す。これでかいですね。これね、ここまで含めて、こういうふうにまあ考えるわけですよね、白目って。はい。それで言うと、この白い部分の面積が明らかにこっちこう狭くなっちゃってるんで、こう。なんで、だから、これで見ると全体の何割ぐらいがこう、黒目部分なんだろうっていうか、こう見てとね。そうすると、ちょっともっと薄くないと、細くないと、ちょっとバランス的に合わなくないかなっていうことで見るんですよ。こう見た時に、左右でこう塗った時のことをイメージして。塗ってみて、これは太すぎるだろうとか、まあそれはね、ある程度感覚値ですよね。で、こういう、だからこういう単純な、その塗り分けで考えた時に、こういう塗り分けで見た時に、ちょっとこれじゃあ、ちょっと黒目だらけじゃんかってことにならないですか、これだと。まあ、可愛いんですけど、それも。なんか白目と黒目の比率である程度見てみたらいい感じですかね。そう、こうやって塗ってみて、実はい。際に色塗られるものっていうふうに考えれば、ちょっと線じゃなくて、塗った後のことを考えると、多分理解しやすいんじゃないかなと思います。わかりました。ありがとうございはい、ます。お疲れ様でした。